メミーネ、やっほーセリア、もう二人も協力者見っけられたんだ、すっごい。メミーネは私の同僚で同じデータハンターですわ。はじめまして、テビーよ。僕はセーブルと言います。それともやっと悪魔の良さが分かったとか？マジ大草原。けどもう遅すぎだっつーの。てか悪魔ちゃん超可愛い。ふーん、女の子の方もガチじゃん。まな板っ子って来るよね。アマリー様、我らに救いをもたらしたまえ。ともかく今はあなたの悪趣味に付き合う暇はありませんの。あちらに見えるのはアナテマ宮殿ですわ。ふざけていられる場所ではないことはメミーネにもお分かりでしょ。もしかしてあんたらあそこ行くつもりなの？私たちは劣化対策を十分に整えた上で参っているのです。そもそもこれは公務ですのよ。あらかじめ申し上げておきますけれど、ついてこないでくださいまし。とっても危険ですのよ。メミーネがどれほど強かろうが、あなたの発する大声や散漫な注意力が私たちの足を引っ張ることになるのは目に見えておりますもの。一緒の方が絶対面白いのに。ねえ、マジでおとなしくしてからさ。ほんとほんと、ずーっと黙ったまま透明人間になるから。公務執行妨害で上に報告しますわよ。これで何度目のことかしら。もうこのいい顔しいの媚びおっぱい。メミーネと違って私は仕事を優先しておりますのよ。ベーダ、こっちでも好きにさせてもらうし。あんたの名前テビーだっけ？やっぱすっごいわ。あの宮殿に入ってヤバいことにならなかった人ってほんと聞いたことないし、そんなとこにガチ入るって、いやマジで？もしかしてあんた強キャラ？そんなところね。いやいやいや、やっぱバカでしょ。自信ありすぎ。鳥も、その顔を覚えとこう。次会ったら、いや、会えるよね。まあ、そん時になったら話聞かせてよね。負けフラグ、期待してっから。面白い子だったわね。あの人、もしかしてテビーさんを引き抜こうとか考えてるんじゃ。冗談ではありませんわ。あの子がどれほど横島で旗迷惑なことを画策しているのか、考えるだけでも身の毛がよだつというものですわよ。
庭園の奥にあるのが宮殿ね。廃墟となった今でもやはり壮観ですわね。そういやセーブルはどうしてここに来たかったの？あ、そうでした。道中いろいろあって忘れてました。いい加減ですこと。だいたいあなたにこんな危険な場所に来たがる理由はありませんわよね。故郷の悪魔たちが時々アナテマ宮殿の話をしてたんです。ここは失われた高度なテクノロジーの塊で神秘的で圧倒されると。それで僕は腕自慢したくって、なんか適当な獲物をゲットしたい、それで単身でこの宮殿に踏み込むことを考えたってわけね。はい、そんなところです。で、テビーさん、なんでわかっちゃうんですか？何言ってんの？私みたいな天才技術者にはセーブルみたいな単細胞の思考回路なんて何もかもお見通しなのよ。ここに来る前に私に出会えたことを感謝しなさい。何の準備もなしに一人で突っ込んでたら、今頃はお腹を空かせたスペクターちゃんと仲良くなってたところよ。スペクターより怖い人と仲良くなっちゃったのは良かったのかな、なんて。それ皮肉言ってる？もう、あんた私と一緒にいるうちにちょっと可愛げなくなってきてない？悪くないけど。うわ！もうセーブルったら、私の心臓にダメージを負わせるおつもり？ごめんなさい、急に明るくなったんでびっくりしちゃって。これまでの道中に比べたら大したことありませんでしょ？いや、でもここって無人のはずですよね。確かにね、もう30年も経ってるんだから設備がちゃんと生きてるわけないし。そう言われると少し気味が悪いですわね。それより気になるのは劣化だけどね。正気を感じるわ。どれほど物好きな天使だってこの場所には近づかないのも道理ですわ。例の反乱時にここで膨大な量の劣化が噴出したのですが、なぜそのようなことが起きたかは今でも分からずじまいですし、長年の努力でかろうじて劣化を宮殿内に留めておくことには成功しておりますけれど。それだけでもアナテマの市民にとっちゃラッキーよね。セリア手伝って、天使の力を味わいなさいませ。
肖像画ですね。右が女帝ダリアってことは分かりますが、一緒に描かれてるのは誰なんでしょう。いかにも大物って感じですけど。筆頭魔導士カロンですわ。作曲家とも呼ばれてましたのよ。魔法と音楽に傑出した才能を見せ、宮廷魔導士団の中でも最もその名を知られていた人物で、女帝と特に親密だった側近だそうですわ。いつの時代も人族は誰かをもてはやしたがるものですわ。その時最も卓越した人物は持ち上げられ、崇められておりましたの。カロンもその例に漏れず、筆頭魔導士という称号は彼だけのものでしたわ。子供の頃に読んだ絵本の中じゃ、宮廷にはいつも嫉妬と謀略の嵐が吹き荒れていたものだけど、本当のところはどうだったのかな。嫉妬深く野心旺盛な方が多かったことは確かですわ。もっともカロンを妬む方々は彼の没落を見届けることなく亡くなってしまいました。魔界族の反乱はカロンが引き起こしたとされておりますのよ。結局あの反乱って何だったの？パパに尋ねてもいつもはぐらかされちゃうし。詳細については私もよく知らないのですけれど、反乱の口火を切った魔界部隊を指揮していたのはカロンだったそうですわ。魔界族に対して彼は大きな影響力を持っておりましたの。何しろ私のような近代的高度知的魔界族の基礎はカロンの設計によるものですもの。
彼なくして魔界族の前代未聞の技術革新はありえませんわ。30年前、彼のもとに集った魔界族が反乱を起こし、それが帝政を転覆させてしまいました。今なおカロンを比類なき天才と称える者もおりますけれど、人族の滅亡を企てた愚者とそしる者もまた多くおりますわ。なるほどね。それでそいつはまだ生きてんの？反乱後のカロンについての情報は少ないのですけれど、事件の直後、夜陰に乗じて女帝ダリアと共に宮殿を抜け出したのは彼が目撃された最後だと言われてますわ。そしてその後の消息は全く不明ですの。その当時、カロンと共に女帝はアズ大陸で最も力を持った魔導士だったのです。女帝の失踪は反乱を抑えようとする勢力にとっては壊滅的な打撃となりましたわ。現在では多くの人がカロンを反乱の中心人物とみなしており、無数の犠牲者を生み出す原因となった裏切り者と考えてますわ。女帝も凄腕の魔導士だったんですね。もちろんですわ。彼女の能力はカロンに引けを取らず、そしてその力は人々のために惜しみなく振る舞われていたのです。彼女の統治の下でアズは栄華を極め、アズの黄金時代と謳われておりますのよ。もっとも、どんな輝きも永遠には続きませんことね。他に何か知りたいことは終わりになって。ううん、セリアがツアーガイドしてるのなんか面白いなって。な、それはあなた方があまりにものを知らないから。無知な愚者を共同するのは教養あふれる私のようなものの当然の務めですものね。し、ちょっとボリューム下げて。ここは呪われた場所だってこと忘れないで。ちょっと。カタカタ、待たれよ。モクシー隊長、なんでここに？アナテマでの職務後、諸君らが宮殿に向かうのが見えたので追って参ったのだ。そっか。私たちはね、衛兵の失踪にこの宮殿が関わっているんじゃないかって疑ってて、ただいま内部を調査中ってわけ。なんと、この宮殿についてはその危険性にばかり気を取られ、その可能性に思い至らなんだ。まだ推測の域を出てないけどね。ところでさ、今日は二人だけ？あの口うるさい子猫くんはどこ？ああ、フランキーのことか。猫少年というのはどうかと思うが、なりはああだが、実は結構年を重ねているのだよ。そのことだが、我々は誤ってここの警備システムに感知されてしまい、その騒ぎでフランキーとははぐれてしまったのだ。さてどうするかと思案していたところ、こちらから声が聞こえ、ようやく諸君らに出会えたというわけだ。フランキーは少し虚弱で、劣化の存在する場所はなるべく避けていたんだけど、彼に災厄が降りかかってないといいんだけど。もしかして先に帰っちゃったとか？なんだと？まだ地上界ですが、もう劣化の影響が感じられますし、フランキーさんそれを嫌って撤退したのかも。その可能性もあるか。あやつは面倒ごとは好まんからな。おう、忘れるところであった。これを受け取るがよい。名も知らぬ者がこれを役立ててほしいと申して、諸君らに渡すようルネサ様に託されたものだ。
このアイテムを使ってね。きっとすぐに必要になると思うから。名もなきうさ耳愛好家より。一体誰なんだろうな、この匿名さん。まあそれはそれとして、こいつで魔界族の体内に埋め込まれた変貌心臓を見つけられるんだってさ。アルタースコープって装置で、これが取扱説明書。これが説明書？まるで幼子の落書きみたいで、私にはさっぱり読めないでしょうね。まあ読めたとしてもセリアには多分理解できないかな。前にもこんなことあったでしょ。パパっていつも断片的な情報しかくれなくて、あとは全部人任せっていうか、あの人自分の発明品を私が解析して使いこなすのを見るのが大好きなのよ。でもなんでパパはこのアイテムの受け渡しをルネッサに頼んだんだろう。そもそも二人は知り合いだったの？あれ、ちょっと大丈夫？なんか二人とも顔色が尋常じゃないけど。あのちょっと吐き気が。実は劣化対策のポーションが切れていてな。それでも君にそのアイテムを渡せる機会を逃すまいと無理をして進んでしまったのだ。ありがたいんだけど、とっとと引き返して治療するなりなんなり、早く何とかした方がいいわよ。劣化にさらされたままほっとくと取り返しつかなくなっちゃうから。ここから先は任せて。もしフランキー見つけたらこっちでどうにかするから。すまね、頼りにしているぞフランキー。諸君らの言う通り、すでに撤退していればいいのだが。気をつけたまえテビー、ブーンを祈っている。セリア出番よ。天使の力を味わいなさいませ。